はい、どうも釣り吉隆です。今回は訳ありスプーンでロックフィッシュ赤旗を釣るです。今回は副音声解説付きです。最後まで喋ります。真っ昼間の海釣りって厳しい。しかもこんなにいい天気だとさらに厳しい。太陽も出てて海も荒れていない。荒れてれば平瀬突き釣りとかいいんだろうけど、こんな天気は厳しいですよね。そんな時の根魚ロックフィッシュです。今ルアーを沈めてるところですね。で、着底したら巻いていきます。ちなみに使ってるスプーンは 35g です。これ1投目なんですけど、早速反応がありました。お、これはヒットしましたね。フッキングしましたね。何でしょうか。1投目でヒットしてくる、これは幸先いい感じですね。お、これはいきなり赤旗ですね。来ましたね。でもこれはサイズが小さい。はい、リリースですね。こう釣り場に入って1投目で釣れる、これは活性高そうです。釣れそうですよ。ちなみに根魚の狙い方はキャストしてリールのベールは返さずルアーをフリーフォールさせます。ルアーがボトムに着底したらロッドで跳ね上げたり、リールでグッと1回転だけさせるとかの手締巻き、そんな感じでボトム付近でリフト&フォールさせる中、たまにピョンピョンとアクションさせる、そんな感じのイメージで引いてきます。1投目から釣れたんでたくさん釣れるかなと思いきや、ここから無反応が続きます。ということで、ここで僕が使っているタックルを紹介します。ロッドはヤマガブランクスバラスティックヒラ 11MHTZ7、 リールはダイワのセルテート SW6000XH、 P ラインは2号、リーダーは12号です。はい、大きくても40センチくらいの根魚を想定してますけど、だいぶごつい設定だと思いますけど、僕はこのセッティングで何匹も釣ってますし、何よりルアーが寝がかれた時にいいんですよね。こうごつければルアーのフックを伸ばして回収することができるんです。なのでこの5つ目の設定にしています。まあ、もともと平鈴木釣りをやっててそのまま根魚を狙ったら思いのほか釣れることを知ったのが使い始めのきっかけでしたけどね。とはいえですよ、11フィートのロッドは長すぎるだろうって思った方もいると思います。でもですね、そこはヤマガブランクスのキレッキレの平鈴木専用ロッドです。軽くて張りがあって長くても使いやすい。11フィートもあるのにロッドをガシガシ動かす、ショアジギングもできちゃうほどのロッドなのです。感度も抜群で、遠く沖のボトムの魚の細かいあたりも感じやすいですね。お、これ寝がかってしまいましたね。ですけどこれ大抵外せます。なぜかというと弱いフックを使ってるからです。大抵フックが伸びてるんで回収したら一回フックは戻したりしますけどね。こうやって根がかり回避をしながら根魚を狙うわけです。ちなみにこれに使ってるアシストフックは作り方も含め他の動画で解説します。下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらってな感じで、長々とタックルのことを話してきましたけど、一向に釣れてませんね。このまま終わってしまうのか。いや、そうはさせません。ちゃんとヒットシーンお見せします。ただ一匹だけなんですけどね。この日はなんだかんだ厳しいところがありました。さて行きましょう。まず投げて、はい、ルアー着水、そしたらフリーフォールで沈めます。
はい、ボトム着底したらすぐにアクション開始ですね。ボトム付近でリフト&フォール、たまにロッドをクイッと動かしたりしてアクションさせる感じです。まあスプーンなんで結構不規則な動きをしてくれてると思います。お、なんか当たったか、反応あったか。お、お、はい、これなんか乗った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 。最初は根に入られないために強引に巻きますけど、その後はそこまで強引には巻きません。使ってる服が割と弱いんですよね。とするも根とかあったら回避すべきなので、その時は強引に巻きます。なるべくフックにも負担をかけないようにできるだけ一定に巻いてきます。魚にもなるべく刺激を与えないようにっていう思いもありますね。さあそろそろランディング、魚は何か。おお、これは赤旗ですね。狙い通り赤旗釣れました。いいですね、狙った魚が釣れるっていうのは気持ちいいです。いやー、綺麗な魚ですね。この海のブルーに赤旗のレッドは綺麗に見えますね。目が癒されます。いやー、こいつ顔ちっちゃいのに腹が出っ張ってますね。いい魚ですねこれ。スプーンで赤旗釣れますね。いい真っ昼間の釣りになってます。でですね、この動画のタイトルにもあります、ワケありスプーンってこと。何がワケありかと言いますと、このスプーン、僕が使っている 35g はもう廃盤となってしまってるようなんですよね。メーカーサイトを見てもラインナップから消えてしまっているようです。そこで僕が勝手に思い浮かべてしまったストーリーがあります。このシリーズのスプーンを企画した方いますよね。きっとこのラインナップから外された時、ちょっと一悶着あったんじゃねえのかなと予想してしまいます。上司からは 35g とかの重いやつ売れねえじゃねえか、こんな重たいスプーン誰が使うんだよって言われたり、部下からは信頼を失い、同僚からはだから言ったんだよそんな重たいな売れねえってって言われたりして、うつむいたであろうこのスプーンの制作立案者、あなたに言いたい、ありがとう。幸せを感じた人間ここにいます。あなたのおかげで魚が釣れました。はい、こんなストーリーを僕は勝手に思い浮かべてしまいましたけども、そもそも失敗してもナイストライっていう雰囲気の会社だったら申し訳ございません。あくまで僕が勝手に思ったストーリーであります。このシリーズのスプーンは 35g の他に 45g、60g とあったと思います。実際僕は 45g も 60g も使ってます。まあ廃盤となっているので今入手困難になっているとは思うんですけれども、これからも大事に使っていきます。でもなあ、この廃盤となったシリーズのスプーンの金型まだ残ってるんですかね。いや、そんな数出さなくてもいいから廃盤にはしないでもらいたいなと思っております。ということで、この動画はスプーンでの根魚の釣り方の解説動画ではありません。このスプーンの立案者に向けてのメッセージ動画でした。ご視聴ありがとうございました。ではまた。